この動画は一切釣りなしの動画です。まずはこの動画を見てください。これは最新バージョンのマイクラの 1.191 の動画です。このプレイヤーはマインクラフトの規約を破るつもりかい?と自分に送信しています。そして次に一緒に PVP をしないか?とチャットをします。これに相手側ももちろんと回答をします。そしたらこのバージョンで追加された新機能の通報ボタンで、さっき自分に送信したマインクラフトの規約を破るつもりかい?と、相手が PVP の質問に答えたもちろんをマイクラの規約違反として通報します。そして最終的にはマイクラの規約を破る人としてバンされてしまいます。一応リスクはあったのですが動画版のことやってみても特にバンはされませんでした。もしかしたら後日バンの可能性や、あの動画がフェイクの可能性もなくはないですが、皆さんも気をつけてマイクラを楽しんでください。